どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのげんです。夏りおとほうほうの夏ほうチャンネル。いいからこの後にを呼んで新チャンネルを立ち上げないでください。今日はウパを136匹育てていこうと思います。育てやレベルないよ、もうやってることがもう業者なんだ。前回さ、ポケモン捕まえたじゃないですか、はい、あ、たくさん捕まえましたね。そう、もう皮が痛いわけじゃない、ね、キュート出ておいで。あー、かわいい、キュート。待ってよ、待ってよ、キュート。 なんでおたまじゃくしいんだよ。ほら、みんな出ておいで。 おいでおいで。カエルの学校じゃんよ、もう。かわいい。怖いな、この量いるとちょっと。何に？キュート。ミュート。ネミ。ネム。すや。おはよう。一回寝てるっていう。何このいらんこネタ。何ニョロモパーティーにも。やめなさい、もう。あ、ほら、責任からさ、金の玉とうつつまるからもうなんか全部アイテム剥奪しちゃった。なんでよ。あれ何持ってたっけ、うつつまる。あ、先生の爪だ。あ、先生の爪持ってたわ、そうだ。また高級なもの持たせてあげようよ。確かに。だってじゃあマスターボールでいいんじゃない。高く売れるよこれ、ね、これプレミア価格だぜこれ。マスターボール持たせられるのってさ、一番の責任じゃない。一番責任重いよな。夏木くん、伝言ありがとう。いや、ほんとごめん。恨みがましい顔してる。これ心の距離だからだって、うん、これ一番遠いもん。土足で大丈夫ですよ。泥汚れがひどい時は入り口の水道で洗ってくださいね。ここはフリースペース。はいはい、分かった。じゃあ、じゃあニョロもいっぱい話してもいいんだね。フリーだもんね。フリーを吐き違えて。こういうやつがいるとルールが作られるんだよ。フリースペースなのに。自分の家だと思ってくつろいでくださいね。オッケー、ニョロも話します。お、来た来た来た。昨日の意地悪お姉ちゃんと。来た来た、意地悪お姉さん大好き。おはよう、よく眠れたかな。ロコンかわいい、はい、本日からブルーベリー学園の生徒も一緒に行動させてもらうよ。後ろの祭りっ子が可愛くてちょっとなんか集中できん。はじめまして、ゼイユです。わ、猫かぶり。猫かぶり娘だ。よそもアカデミーの皆さん、仲良くしてくださいね。どうしたどうした、お前。いや、その風情が。内心漏れ出てるぞ。ね。あら、かわいい。です。かわいいね。かわいい。かわいいね。あれはこの村の出身なんで、何かあれば助けてもらってください。助けて。ちゃんと助けてあげなさいよ。はーい。皆さんには2人1組になって北神の里に設置されている3つの看板を見つけてもらいますか。看板には北神の昔話が書いてありますので、読んで歴史を知ってもらい、看板と一緒に2人のツーショット写真をスマホやカメラで撮影してってください。そう、思い出じゃん。3つの看板でツーショット写真を撮れたらミッションクリアです。いわば北神の歴史を探検するオリエンテーリングツアー。あら、素敵素敵。おじさんから長い話聞くより全然面白そうでしょ。そうだ、皆さんに贈り物があるんでした。ロトリボー？あ、ロトリボー？え、もしかしてジドリボー？いや、ロトリボー。あ、ロトリボーね、うん、違う違う、もう言っちゃってる。ジドリモードで使う。ジドリモードって言っちゃってる。ジドリボーにしとけ。へー、あたしらと交流しに来てくれたんだ。いえ、あ、いえ、いえって言えばよかった。あ、あ、ちょっと素直な子になっちゃった。素直な子になっちゃった。そうだ、昨日からすぐが弟があんたに夢中なのよ。ほう、嘘嘘。家でもあんたのことばっか話してて、ほんとうるさいったら。え、なに、美貌、この美貌に魅了されちゃった。バカ、姉ちゃんなんで言うの。かわいい。誰がバカだ、手出るよ。手出るよ。出すな。この子口下手でさ、自分から言い出せないだろうし、はいはいはい、あんた弟と勝負してやってよ。なるほどね。じゃあ、好きなよ、みんなも場所開けてやって。でもね、なんだかんだゼイユちゃんはね、うん、弟びいきする感じのところがいいもん。ああ、そうね。お、いいね、はいはい、いい表情だよ。すぐりが勝負を仕掛けてきた。あらかわいい、あらかわいいよ、たち。うんたち、え、ちょっと残酷。ごめんね、ほんと、ほんとに残酷。マッチョポーズして少しでも体を大きく見せようとしてる、うん、うわ、夢みたい、嬉しい、戦えるの。結構有名なんだね、やっぱり。ね、やっぱチャンピオンだもんな。役な、戦闘曲めっちゃよくない。ね、かっこいい。すっごいかっこいい。おたち、役なで。キュイーン。攻撃力上がっちゃうんだよな。おたちはマジフレアソング両技すぎる。ね、ぶっ壊れてる。自分の部屋開けたらヤンヤンマブブブブブブって思ったら、どうする。恐怖マジで。弱点さ、いっぱい疲れてる。あ、かわいいね。あざとない、この子。ちょっとあざといよ。異常にあざとくない。やば。交流試合お疲れ様。青春がストライクだね。どっから出てきたんだろう。なんでポケモンがいたの今。謎なポケモンいたよね今ね。なんか口をついて出たんだよね今。オリエンテーリングだっけ、二人組でやるやつ。あんたさ、あれすぐとペア組んであげてよ。いや、ゼユちゃんがいいな。え、なんすぐがいいよ。俺はゼユがいい。すぐがええやろ、お前。じゃあ二人ともくっついてくれ。じゃあ三人で行こうよ。そうか、三人で行こう。三人で行こう。看板さ、村の西のリンゴ園の先、トモコプラザから行くのがいいよ。
近いし順番通りで分かりやすい。俺迷惑さかけるし離れてついていくから。可愛い。うん、俺ミライトに乗るから走ってついてきてね。これあれじゃない？どれ？あの人、あの人がさ、セキさんだ。セキさんメス、セキさんオス。謎の草。すぐ謎の草生やすね。セキさんだ、本当だ。君はそうだ、近いな。ずっと決めちゃう。美人すぎる。美しすぎる。私はサザレ、ちょっぴりカメラ好きな旅の者さ。ちょっと。ちょっと素敵すぎなんだけどこのお姉さん。可愛い。こっちはガーディーの相棒。おかしいで。角の頭がキュートでしょ。ガーディーの相棒が角になっちゃうじゃん、その文脈だと。ふんふん。私はしばらくこの村を拠点にしてるからさ、やるべきことが終わったらまた声かけてよ。150匹。やるべきことなんか圧強くないか。ピチュウ！きったね、鳴き声だと思ったらピチュウがいた。かわいい。電気ショックでビリビリにされる覚悟をしなければいけないのだって。でもそれと同時に行って。何？じゃ卑劣！卑劣だまた。マジ卑劣様。マジ卑劣。ちょっと。はい、ここ何しに来たの？あれどこにいるの？すぐくん。ここじゃねなんか。すぐすぐ。これだ。あ、それだ。ふむふむ。看板さ一つ目。来た。あ、どこにいたの？ごめんな、驚いた？優しい。行ったべ、俺離れてついてくって。あ、先行ったと思ったらあれなんだ、一定距離を保って後ろからついてきてたんだね。じゃあ俺の一部始終全部見てたんだ。昔昔、北上の里に恐ろしい鬼がおったそうな。こういうのよくない？あの喋り始めた時が誰かの声だったり、こうかぶっていくパターンね。鬼は村の裏山をねじろにし、やめあいたいと驚かしておった。二行目聞きづら。ある日怒り。鬼が山より降りて村のものを怒り狂った鬼に殺された。偶然そこに居合わせた犬読めなかった。犬ってなんだこいつ、承認欲求高そうだな。3匹のポケモンたちが命を懸けて鬼を山へと追い返したそうな。嘘、追い返された鬼はどうなっちゃったの？あら、これは勇気ある彼らを村人は親しみを込めてタモッコと呼び、やめろやめろ。うちの絵本の話を出すな。泣き殻を丁寧に埋葬し、その上にトモッコの像を建てた。トモッコ。それよりもこの伝説、鬼様がかっこいいべ。そうかな。やめて、すぐすぐの自己肯定感。ああ確かにね。そうだよ。ダメ。ナスリは分かってくれんだな。一人で複数の敵を相手したのお前はかっこいいべな。あら素敵。普通は怖いのか。でも怖がらなくても平気。あら。俺小さい頃何度も一人で夜山さ入ったけど。強い。全然鬼様会えなかったもん。看板と写真撮んだっけ？俺、スマホさん持ってねえから、お願いしてもいい？かわいい。ちょっと交流深めてる、ね。ちょっと年上なんかな。かわいい。これ3箇所やるのね。ロトリボー使ってなかった。待って、ロトリボーはあれ、お前、いらんよな、うん。次の看板は北上センターって施設の敷地内。北上センターはこっから村に戻って橋を渡って縄のもんだ。まだ離れてついていくから。オッケー。オッケーだ。めちゃめちゃ、なに、あ、ウリムどうしたのなんでウリムだけちょっとなんかスマブラで選択されたみたいに言い方しちゃったんだけど。なにあれ、洞窟ある、そこ嘘ついたらハリセンボン、いいよ、飲むから。ほら、さっき、これ伝説やろ、伝説のポケモンじゃん、これ伝説のポケモンじゃろ、これは、ね、うわぁ、親、あ、親だ、守ってるんだ、ごめんゲンさん、珍しくこういうのに配慮した。優しい、うん、いつも配慮しないけど、なんか今見ちゃった感じがあってね。北上センターに着きました。はい、着きました。あ、祭りだ、お祭りだ。ここサムネ、サムネ、ここサムネのとこだ、ほら。これここじゃもうちょっとしたらあれだ、ね、設営が終わるんだ。看板さ2つ目、ちょっと分かりづらいよな。すぐすぐ、ごめん、後ろつけてっからお願いだから慣れてな。つけてっからってとこだよ。つけてっからはどうなん、それは。鬼は不思議な4つの輝く仮面を持っておった。ピカかぶる面によって鬼が振るう棒の力が変わったそうな。シュルクじゃん。なんでね。トモッコたちは倒れ際3つの面を奪い、鬼の力をほとんど封じたとされる。おー、はあ、村のみんなは怖がってっけど、俺鬼様のこと好きだ。俺も鬼様みたいにかっこよくなりたい。いや、かっこいいよ、すぐすぐは。学園でも俺のこと姉ちゃんが全部なんとかしてくれるし。あ、やっぱりそうなんだ、世話焼きお姉ちゃんなんだ、ね、ちゃんと一人前になって鬼様と友達になれたらいいな。あら素敵じゃない。あ、そうだ、写真撮らなきゃだべ。今回も夏里を撮影お願いな。撮ろう、決めて、ポーズ決めて。たまには使ってやれって、ロトリボーを。
あでも笑顔が良くなってきた ね。夏梨央、よかったらお兄様の家行ってみない？恐れアナって呼ばれてんだ。すごい名前ね。行くか。この二人がさ、仲良しです。本当に可愛いんだけど。やった、夏梨央にも見てもらいたかった。可愛い。ここずっと登っていけば地獄谷、その前に標識があって曲がれば恐れアナ行けっから。すんげー怖い名前しかついてない。それじゃあ先行ってる、気つけてきてな。うん、可愛いね。なんかさ、ふわふわの生き物たちがさ、こう仲良くしてるみたいな、そんな気持ちなんだけど。ここじゃない？目的地、ほら。あ、なんか穴あるよ、穴。あ、ここか。右の穴行って。何でしょ、気持ち悪いことしないで。ウィン。あ、ここだった。ごめんね、上から来ちゃった。高みから、失礼、ね。高みから失礼。うん、夏梨央、狭い道大丈夫だった？全然狭くなかった、うん、広々と来たもん。もしかすると強い鬼様は勝負してると現れたりして。そうだ、あれから俺ちょっと強くなったし。嘘、本当？すごくない？この期間でさ、大立ちになったんだったり、毎回進化キャンセルしてたってことだよね。確かに。で、なってる。うわー、なってる。やっぱり決意したんだ。だってもうお前十分に進化する時だったもんな。できるもん、やったろ、うん、ぶん回す。本当に。おらよ。怖い。もっと鬼様より怖いって、それ。ニョロゾ。なんだと。なんとお前。俺より先にニョロゾを持っていくだと。お前最終的にニョロボン来るやんけじゃ。さあ行っておいで、ほうじ茶。ニョロゾに対してはバチバチしていきましょう。ほらツヤツヤですよ。ツヤツヤバトル、こっちも負けません。負けませんよ。あ、かわいい。かわいい。やった、一発。よ。珍しい。珍しすぎる。ごめんね、すぐ。よりによって今日は雷が当たっちゃったんだ。うん、今日は当たっちゃった。うん、今まで、いつも当たんないのに、うん。ほぼほぼ当たらないのに。うん、あ、やばい。いやー、それ痛い。やばい。痛い、急所は。切り身になっちゃうよ。ほんとやめて、ポケステみたいに。になっちゃう。半分になっちゃう。お、強い。強い。強かった、アボコ。アボコいいじゃん。あ、ちょっと、まあ、で、ヌオも可愛いやん。あ、ヌオも可愛いからさ。やめて。かわいいやん、ほらほら、のんびりとした性格だよ。かわいい。やっぱ夏梨央つえー、どうすれば勝てんだろう。鬼様もどっかで見てたらあの子つえーって思っとるよ。ほんと？俺が通ってるブルーベリー学園ってな、ポケモンの勝負さん学ぶのに特化した学校なんだけど、夏梨央くらい強かったら一番狙えるかも。よっしゃ、殴り込みじゃ。鬼様も住んでるあだっこ入ってみんべ。入る。え、なんか見てる。どうしたかわいい。アイアムグルー。聞こえたね、今ね。こんなとこで一人で暮らしてたらかわいそう。確かに。お兄様、俺んちだったらいつでも住ませてあげんのに。一緒に住もう。俺と。俺と一緒に住まないか。俺と一緒に住もう。すぐ。夏梨央も住むの？あ、空き部屋あったかな。かわいい。でも本当にお兄様がうち来てくれたら村中大騒ぎになりそう。今日から北上センターで表祭りさ始まんだ。おぉ。みんな面かぶって参加するお祭り。嫌ならいいけど、よかったら行くと楽しい。楽しそう。だんだんなんかさ、乙女ゲームやってる気持ちになってきたんだけど、ね、このカット乙女ゲーなんだもんね。表祭り行く前に準備あっから、先オレンジ行こう。行く。地図は、うん、お、あ、スマホオロトムって地図も見れんだよな。近い。かわいいかわいい。ドキドキ。目的地ってのに登録するべ。いい笑顔。かわいい。これ便利じゃん。俺もいつかスマホロトムさん買ってもらう。ロトムって買ってもらうんだ。ロトムって売ってるんだ。あいつポケモンじゃねえんだ。あ、この子と組んでるんだ、お姉ちゃんは。え、まだ出てない感じですか。前途多難すぎるだろ、こいつらは。これ今出てないんだとしたら。ね。え、めっちゃ日本家屋。これ中学校の時の同級生の家と同じ形してるもん。やば。はいはい、今の時代でも見るお家じゃない？まあね。それを海外の人たちがさ、やってるってさ、確かにちょっと面白いなって思う。これでも日本っぽいなと思ってやるわけでしょ、海外の人は、うん、めっちゃおもろいな、そう考えると。お邪魔しまんぼー。じいちゃんただいまだー。あ、じいちゃん。じいちゃん。あ、この髪型というか。すぐにお帰りなさい、そちらの方は。ね、この人は林間学校で一緒の夏梨央。友達って言っていいんだよ。おお、もしかしてすぐにのお友達かな。はい。はい。そうなんだ。かわいい。かわいい。ありがとう。かわいいな。ちょっと。はあ。ああ、そういう。おばあちゃん前としておばあちゃん出てきた。おばあちゃん。めっちゃおばあちゃんだわ。でもこれすごいな。ゼユちゃんのおばあちゃん感すごいな。わかる。つぐりちゃんにお友達。なんで？ジンベエ出してあげるから一緒に祭りで。ジンベエだ。うるぴ。ジンベエだって。やった。やった。はいはい、ちょっと待ってね。髪も言ってあげなくちゃ。おっと。出来上がり。お。え。
おっと、俺のおさげがおさげが後ろ反られてる後ろ反られてる、うし田舎のおばあちゃんのバリカンで刈られちゃった反られてるあ、お姉ちゃんも来てる。かわいい。そうだばあちゃん、お面ないんだけど。お面はね、去年離れの倉庫にしまったはずよ。鍵は開けてあるからみんなで取りに行きなさい。しょ、離れの倉庫ね。はぁ、やめなくち。姉ちゃんずるっこ。よしょ、なんかいい兄弟。ねえ、ちょっと首の触れてる涼しそう。なんか倉庫にお面2つしかなかったんだよね。あら、あー、こればっかりは仕方ない。人生って早いもの勝ちだし、あんたはお面なしで。あれ、急に意地悪じゃない。あら、まあまあ、機嫌直しだって。なに、お祭り姿の私が勝負してあげるからさ。お祭り姿の私が価値があることを知ってるな。知ってるな。はい、そうです。ゼイユちゃんとネモネモ合わせたいな。合わせたい。でも多分あのゼイユちゃん負けると思う。いや、ボコボコに負けると思うけど。勝負しようしようしようってくる。一生言われるよ、うん、ゼイユちゃん。ゼイユちゃんも覚悟して。それで覚悟して、うん、あれ、ペコラ。いや、もれ分かってんじゃん。分かってんじゃん。ジンベエ姿に見とれていいよ。その間に倒しちゃうから。やば、やばそちゃ、やばめのそちゃ、やばめのそちゃってほうじ茶でいけるかな。あ、ま、やばくなさそちゃだけど。ねえ、おしそちゃじゃん。むしろなんか自分のことそちゃとか言ってて、なんかすごくさ、うん、ね、謙虚だね。謙虚だよね。全然そちゃじゃないよ。全然水じゃねえわ、あいつ。めでたい日だからね、景気のいいの行くわよ。お、なに、なにくんの。やばそちゃだ。茶柱だ。茶柱じゃないの、ね、茶柱かと思った。あの方法たち何の話してるでしょう。ねえ、ポケが買った。お前ら買うんか。またなんかチリちゃん出なかった推しなんだあんたをコテンパンにしては気持ちよくお祭り行くんだから。この子すごい大人げなくて可愛いんだよ ね絶対年上だもん、うん、どう考えても 2,3 歳年上だもん、うん、絶対上。可愛い、ね、グライダー全然見えないね。かわいそうだね。はい、どうぞ。はい、どうぞ。まあ、私に勝ってもお面が増えるわけじゃないし。あーすぐすぐ。俺のお面やっぱ夏寮にあげる。ダメ、早いもん勝ち。いや、絶対弟と一緒にお面つけて祭り行きたいんだ。あー、かわいい。ごめん、むしろそれにあんたそのお面鬼のやつ大事にしてたやつじゃん。だけどもお面はお祭りでも買えるんだから夏寮はこのままでいいな。あ、そうなんだ。まあ確かにね、売ってるんだったらね。かわいいね。じゃあ行くわよ。あ、ごめんな夏梨央、姉ちゃん憎まれ口さ叩いてっけど、夏梨央さ来るまで一生懸命3つ目探してたんだ。内緒だよ。かわいい、かわいい兄弟だな。なんていい兄弟なんだ。表祭りは北上センターでやってる。あ、それじゃあ行こうか。行こう。